今回は2024年3月23日に運行されましたお花見列車の様子をお届けします。お花見列車は大阪モノレール車内で日本酒を楽しみながら車窓から見える景色を楽しむイベントです。今回は大阪空港駅での受付です。受付にはモノゾウも駆けつけていました。お弁当を選んで車内に乗り込みます。あいにく桜の開花には間に合いませんでしたが、車内は桜をイメージして装飾されていました。モノレールの中ということで、乾杯の発声は出発進行でいきたいと思います。出発進行。久しぶりに西都線を走る日本酒列車です。車内では生演奏も行われていました。今回のお花見列車は大阪大学人間科学研究科インパクトオープンプロジェクトとのコラボです。大阪大学が復活させた日本酒尾形考案をはじめ、北摂地域の日本酒が用意されていました。その中にはモノゾーラベルの日本酒もあります。万博記念公園駅到着後に駅コンコースでは日本酒尾形考案を買うことができるようになっていました。大阪モノレールでは今後も楽しいイベント列車を企画していきます。次回開催の際はぜひご参加ください。